私の名はモグロ福造、人呼んで笑うセールスマン、ただのセールスマンじゃございません。私の取り扱う品物は心、人間の心でございます。この世は老いも若きも男も女も心の寂しい人ばかり、そんな皆さんの心の隙間をお埋めいたします。いえ、お金は一銭もいただきません。お客様が満足されたらそれが何よりの報酬でございます。さて今日のお客様は、おおすいません、すいません。いや、いいんですよ、なんでもないんですから。あ、どうも、すいません、すいません。どうもすいませんです。すいません、すいません、すいませんです。すいません、どうもすいませんです。すいません。ラメ君、ラメ君ちょっと、ラメ君、この書類君が作ったんだね。はあ、そうですが、それが何か。この数字全然合ってないじゃないか。もう一度よく計算してみたまえ。すいません。君、いい年してそんな計算さえできんのかね。本当に申し訳ありません。君の申し訳ありませんはもう聞き飽きたよ。すいません、本当にすいません。上目さんもあそこまでペコペコしなくてもいいのに。かつての部下にいびられるなんて惨めだな。ペコペコするのはいいから仕事をちゃんとやってくれたまえ。すいません、すぐやります。すいませんです。また上目さん怒られたわね。あんな卑屈な態度されたんじゃ誰だって怒りたくなるよ。誰も彼も私をバカにして、どうせ私は卑屈な人間ですよ。チキショウ。すいませんです。すいません。あなた今朝の。大丈夫です。なんともありませんから。しかし奇遇ですね。どうですそこらで一杯。とにかく私はどんな人にでもつい卑屈になってしまって、人に何か言われると反射的にすぐに謝ってしまうんです。確かに今朝もさっきもペコペコと謝ってばかりいましたね。自分でも情けないと思うんですが、うちでは女房に謝り、会社では上役はもちろん同僚や若い社員にまで毎日謝ってるんです。みんなにバカにされてるのは知ってますが、どうしようもないんです。そりゃお気の毒ですな。よろしい、一つ私が何とかしましょう。は？実は私こういうものです。心の隙間お埋めします。これはどういう意味です？まあ一種のボランティアですよ。私にお任せください。おお。行ってきます。もぐろさん、お迎えに来ました。お迎え？そうです、上目さん、あなたをぜひお連れしたいところがあるのです。各会社に遅れます。あなたの一生に関わることですよ。たまに遅刻するぐらいなんです。ところに連れてきて一体。さあさあこちらへどうぞ。はこの上です。
どうです、アメさん。上から下を見下ろす気分は。もう最高ですよ。いやー、なんともすがすがしい。今までのあなたはいつも卑屈に下から上目遣いに人を見てきましたね。あなたの家がビルの谷間にあっていつも見上げている習慣があなたの本来の性格を助長させていたのです。そこで私があなたの性格を180度転換して差し上げます。え、なんで知って。今日から1週間この屋上で暮らすのです。無茶な。生活に必要なものは全て揃ってますのでご心配なく。しかし会社が。1週間後にあなたの性格は一変するでしょう。あなたは変わるのです。あなたは変わる。変われ。1週間のご無沙汰でした。上目さん、どうです、調子は。モグロ君、君のおかげで私はすっかり変わったよ。はあ、なんとなく人を見下ろす感じ。上目のやつ、今日も欠勤か。全く一体あいつ何を考えているんだ。おう、上目君、上目君、君はどういうつもりかね。いきなり1週間も欠勤するなんて。課長。え、課長、お言葉ですが、私は電話で1週間の休みを届けておいたはずですよ。たっぷり残っていた有給休暇を利用させてもらっただけです。この点に関して何か疑問点がありますか。いや、上目課長。その上目君というのをやめてもらいましょう。たとえ部下でも私はあなたの先輩です。それを君呼ばわりされるのはとても不愉快ですぞ。わかった。上目さん。あー、驚いた。伊万里課長が上目さんの前でおどおどしちまうとはな。すごい変身ぶり。すっかり堂々としちゃって。見直したわ。なかなか貫禄あって素敵。社長、私に何か。いや、その君の噂を耳にしてな。私が変身したという噂ですか。ああ、そうだが、今までの私はいつも卑屈に人を見上げてきました。その生き方を思い切って変えたのです。これからの私は人の顔色など伺わず、人を見下ろして自分の考えを通していくことにしたんです。そうか、なるほど。他にお話がなければ仕事がありますので失礼いたします。人事部長かね。わしだが、あの上目とかいう男、もっと上で使えるんじゃないかね。ありゃなかなかの人物だぞ。おい、いやー、ありがとう、もぐろくん。おかげで社長にも僕の存在を認められたよ。その調子、その調子。いや、よかったですね。これからはすみません、ごめんなさいとペコペコする必要ありませんね。もちろんだとも。今まですみませんと言った分、他の奴らに言わせてやる。うっふー、頼もしいですな。まあ、どんどんやりたまえ、もぐろくん。おったったった、これはどうも。こんな平屋も売っ払って高層マンションに引っ越しだな。私だ、今帰ったぞ。わあ、一週間ほっきゃりで何を偉そうに。ごめんなさい、ごめんなさい。すいません、すいません。勘弁して、もうしませんから。すいません。男たるもの見下ろされるならまだしも見下されちゃいけませんな。それにしてもやっぱり1週間くらいの人間改造ではすぐに戻ってしまいましたね。すみません。おー
Thank you.